動画をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は富山県の観光地、氷見と高岡を簡単にご紹介します。2022年の4月に富山を1日散策しました。石川県の金沢から電車に乗り、氷見、高岡、富山へと移動し、それぞれの駅の周辺を歩いてみました。 駆け足での移動でしたが、ところどころ見どころのある場所があり、散策を楽しむことができました。今回はそんな富山の旅の様子を富山の食とともに紹介します。中でも見応えのあった日見は後日音声解説動画で詳しく紹介するので、興味のある方はそちらもぜひご覧ください。金沢のビジネスホテルを出て、まずは氷見駅に向かいます。 7時過ぎの電車に乗り1時間20分ほど移動し、高岡駅を経由して8時半過ぎに氷見駅に到着します。高岡駅から乗った氷見線は富山湾が見え、この日は天気に恵まれ素晴らしい景色を楽しむことができました。さて、氷見駅に着くと駅舎の屋根にはブリの形をした瓦が目に入ります。 昔はブリケーキで儲けた漁師が家の瓦をブリの飾り屋根にしたそうで、そんなかつてブリケーキで賑わったヒミの歴史を表現しています。氷見の滞在時間は1時間40分と短く、そのうち歩いての移動が40分で、2つの資料館に行く時間に余裕のないスケジュールです。 世話しないですが、せっかくの機会なので、氷見を歩き、資料館の展示をできる限り見て、この土地について少しでも理解を深めたいと思います。まずは駅から歩いて17分の距離にある、氷見市漁業文化交流センターに訪れました。こちらは無料の施設で、氷見カンブリや漁の仕方、漁に使う道具など、ヒミの漁業文化を紹介しています。 実物を見れるだけでなく、パネルの解説も充実していて、いい展示で、漁業のことだけでなく、秘密の食文化についても知ることができます。宴会で使われる豪華な食器類や、漁師が船の上で食事をしていた頃の調理用具なども見ることができました。時間がないので断念しましたが、こちらの施設の売りと言っていいのが、巨大スクリーンの VR シアターで、富山湾の天然イケスとも言える、 低地網漁漁法や日々の漁師体験を映像で楽しむことができます。この時はありませんでしたが、2023年5月から館内に食事処ができ、氷見漁港で水揚げされた新鮮な朝採れた魚を楽しむことが現在はできるようです。詳しくは音声解説動画でお伝えしますが、日見の漁業の特徴は持続可能な定置網漁業です。 網の入り口が開いていて、一度入った魚が逃げることができ、また網に産んだ卵が孵化し、稚魚が育つことができ、乱獲を防止し、また魚を育てる漁業となっています。昔は山で採れた植物が船や網の材料となるため、漁師が木を植え山を育てた歴史があり、それが現在も耕作放棄地を活用するなど、自然を生かし、また守る活動に受け継がれています。 そうした持続可能な漁業を営んでいるのが氷見の特徴です。より詳しくは氷見市立博物館で知れますが、こちらも展示の充実した良い,い博物館でした。漁業文化交流センターと氷見駅の間にあり、氷見駅から歩いて約10分のところにあります。 入館料は100円と安く持ち帰れる資料が豊富で撮影した写真動画を SNS や YouTube に投稿できるという素晴らしい施設です。こちらも音声解説動画で詳しくご紹介します。短い滞在でしたが、日々は予想以上に見どころのある場所でした。さて、高岡駅に戻り、駅から10分ほど歩き、随流寺に参拝します。 江戸時代に、加賀藩三大藩主、前田利常により、二大藩主の前田利長の菩提を弔うために建立された寺院です。禅宗の総当宗の寺院です。山門、仏殿、八頭と、潮仮覧が一直線に並ぶのは、禅宗の特徴とされていますが、人体の構造と関連しているようです。 道内の建物が左右対称に並ぶ様は、以前ご紹介した京都の宇治にある大漠州の満腹寺を思わせます。回廊に海パンがあり、大漠州の影響を強く受けていることがわかります。八刀に祀られている薄様明王という像は、かつて当時、今でいうトイレに祀られていたため、トイレの神様と言われ、この像を見たいがために参詣者が訪れることもあるようです。 ズイ寺を参拝した後は、高岡大仏を見ます。ズイ寺から歩いて22分かかりますが、高岡駅からは10分くらいで行けます。高岡は同器の製造が優れていることで有名で、その象徴として高岡大仏が知られています。 1907年より26年の歳月をかけて完成した大仏は、高さが16メートルで奈良の大仏と鎌倉の大仏と並び、日本三大大仏を言われることがあるようです。地元の銅器製造技術の粋を集めたこちらの仏像は、高岡の観光名所となっています。高岡で銅器が作られるようになったのは江戸時代の初期です。 加賀藩主の前田利長が町の繁栄を図り、芋野市を高岡の金谷町に招き、当初は鍋や釜などの日用品の鉄器が作られましたが、その後住民のニーズに合わせて銅器や他の金物が作られ発展しました。金谷町は重要伝統的建造物群保存地区に指定されていて、芋野資料館では高岡銅器について知識を深めることができます。 高岡大仏や高岡駅から歩くと20分ぐらいかかり、それほどアクセスが良くないのが残念です。金谷町と高岡駅の間には山町筋があり、こちらも重要伝統的建造物群保存地区ですが、金谷町と同様、こじんまりとしていて印象の薄い場所でした。高岡駅に戻り、富山駅に向かいます。乗車時間は20分弱です。 富山駅に着くと路面電車が走る光景が目に入り、駅前の広場には薬売りの像があります。富山は家庭用の置き薬を配る薬売りが活躍した歴史があり、明治時代になると薬を入れる瓶が作られ、ガラスの製造が発達しました。そんなガラスに触れられる富山市ガラス美術館が駅から25分ほど歩いたところにありますが、気乗りしなかったので入りませんでした。 富山の薬売りについては、ガラス美術館から15分ほど歩いたところにある高機動資料館で知れるとのことで行ってみましたが、残念ながら閉業していました。そんなことがあり、富山駅周辺の散策は不完全燃焼でしたが、帰りによった富山市郷土博物館は楽しめる内容でした。 戦国時代に上杉家と小田家とに板挟みにされた戦国大名の神保家の苦労や山岳信仰で知られる立山白山信仰、戦時中に空襲を受け戦後に復興した富山の展示など興味深いパネルがありました。最後に富山の食をご紹介します。富山駅の駅ビルにある白海老亭で富山の地酒立山と 天ぷらの盛り合わせを頼みました富山の海の幸で知られる白エビ、ホタルイカ、ブリを一度に楽しめるものでこれが美味しかったです衣のつけ具合など揚げ方に一工夫しているようですが白エビは味がしっかりしていて美味しかったですホタルイカとブリも独特の香りを楽しめ日本酒に合う一品でしたそして富山といえばラーメンの富山ブラックが有名です 富山出身の知人におすすめのお店を聞いたら、こちらの麺やいろはを勧められました。味はラーメン店の息を出ないような気もしますが、普通に美味しかったです。普段ラーメンを食べないので、何がどのように美味しいのかうまく伝えられず残念ですがえ、確かに美味しいラーメンでした。それと高岡駅構内のお店で買った笹木餅も美味しかったです。 見たことのないお餅だったので買ってみましたが、ヨモギ餅の周りにササギ豆という小豆に似た豆がついたお餅です。程よい甘みと塩気が何とも美味しい一品でした。ササギ豆は小豆よりも皮が硬く煮ても破れない豆で、富山では赤飯にも使われるようです。一緒に買ったヨモギ餅も美味しかったです。さて、今回は富山散策の様子を紹介しました。 訪れたところをざっと紹介しましたが、音声解説動画ではより詳しく見どころを紹介しますので、よろしければそちらもぜひご覧ください。それでは今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。